探偵ものの、ドラマやアニメに必ず1回は出てくるだろうテトロドトキシンを持つフグさん。テトロドトキシンは青酸カリの500倍から1000倍以上と言われる強さがある猛毒です。また、フグ中毒には確実な治療法はなく、対症療法しかありません。フグ中毒の約8割は、家庭で発生しており、そのほとんどが、釣ったり、もらったりしたフグを素人調理したことが原因です。フグの素人調理は大変危険です。絶対にやめましょうね。今日はそんな、美味しいけど危険なフグさんたちのネットの反応を見ていきましょう。フグの毒、ガチで何回。種類によって毒のある部位が違う模様。精巣、皮、筋肉が食べれる。筋肉のみ食用か。精巣、筋肉が食用可能。すべて有毒、食べられない。原則食用不可だが、特定の県で漁獲され、県が定める要領に基づき処理されものに限り食用可能。種類を間違えた瞬間アウトとか怖すぎる。肝臓は大体ダメ。食えるとしても皮、精巣、筋肉のどれかなのは共通してる。ただそれ全部に毒がある場合もあるという。フグ調理免許持ってる人すごくね。県ごとの条例が違ってて試験内容も違くて、講習受けるだけで誰でももらえる県もあったり、実技試験がしっかりある県もある。ちなみにもっと種類いる。怖すぎ。しかも近年は雑誌とかもいてますます判別困難だとか。山口県民は毎年何人くらい死んでるの？自己責任で自分で釣ってさばいて食ってるやついるけど、今のところ大丈夫だな。毒が蓄積しないように養殖するとまずくなるんだろ？よくわからん生き物だ。フグは大変美味な魚ですが、その一方で、強力な毒は人命を危険にさらし続けてきました。それは、毒に関する知識が乏しいまま、安易な調理がされてきたからと推測されます。そこで、フグの消費量日本一の大阪府は、フグ中毒による死亡者の数が減らないことを危惧し、日本で初めてとなるフグ販売営業取締条例を制定します。これによって営利目的のフグ調理は免許制となり、フグに関する専門知識を得た料理人のみが有毒部位の処理を許されるようになりました。それまでは命がけでフグ食べてたってことか。食の執念ってすごいな。神、猛毒の魚作ってみたけど、誰も食べんで増えすぎるやろか。神、めっちゃうまい味にしといたろ。わろた。不遇な魚やな。神、人間さんならやってくれるだろうか。神、全身毒のハズレも作ったった。残念ながら基本的に毒のある魚は辛さを感じるかピリッとした味であまりうまくはないんやで。毒もあって味もまずいんなら、世の中そいつばっかりにならんの？それは思った。なんでやろな。毒を持っててもそれに耐性を持った生物が必ず出てくる。毒持った生物が栄えたら、耐性持ったやつにとっては天国だからな。なるほど。例えば10匹が食って8匹死んで2匹生き残る、その2匹が子供を10匹産む、みたいな流れが起きるってことかな。めちゃくちゃ油染み込ませといたろ。うまい魚に毒つけといたら人間いっぱい死ぬやろか。アジ、サンマ、サケあたりに毒が入っとったら食文化変わっとったやろな。フグが毒持つのは食ってる餌の蓄積とかじゃなかったっけか。まあなんかわいら人間には考えもつかんような自然の摂理が働いてるんやろな。人間一、この魚うまいチーン。人間に、こいつ死んでる。でもそんなうまいなら食ってみようチーン。まあでもその辺はなんとなくわかるねん。俺も家族で食うもんなくて3日くらい何も食べてなかったら、どっちみち死ぬ精神で食うかもしらん。ナマコを最初に食ったやつはすごいとか言うけど、縄文時代以前の死亡要因ダントツトップ和菓子だからね。そりゃ食えそうなもんは何でも食うわい。フグの食い方も公伝されてたんだろう。うんばぼ、うんばぼ、うほうほほう、膨れる魚、皮と内臓食っちゃダメ。記述だが、フグは毒を持って生まれるわけでなく、餌に含まれる毒を肝臓に溜めているだけなのだ。でもそれも防衛本能で体内に毒を持つって意味では一緒やろ。ほんでフグにしかできひん技やろ。有毒生物で生まれながらに毒持ってる方が少ない。ケムシなんかは生まれながらに持ってる方。フグが人参を食わされる動画、なぜか何回も見てしまう。おわ。さ。かわいそう。食材で遊ぶな。フグのこと？どう見てもこの後丸されるやん。実際この後裁かれてるで。イラマルチをされてるやん。めっちゃおもろい、咳込むなよ。これ好き。かわいいよな。エッチだ。おや。いやそうで草。すまん。おもろいわ。ちょっとおえってなるの好き。フグの赤ちゃん、釣り人にぶち切れて威嚇してしまう。草。かわよ。お粉の。潰せそう。トラフグ？こんなのどうすればええんや。普及するよ。かわいい。買いたい。パンパンで草。
ワームかじるのやめてくれん。フグの群れ？くっそキモい。何考えてるかわからん顔しとる。うまそう。フグ側のセリフかと思ったら急に怖くなった。草。かわいい。アニメ顔だな。こいつら普段何考えて生きてんだ。ちょっとかわよ。ワイに似ててかわいい。なんか草。鳥山明って感じやな。ポニョの群れ。ハリセンボンか？何も考えてないだろ。魚って何考えてるんやろな。かわいい。ハコフグはかわいい。ペンペン教授の豆知識。豚と表される通り、膨らんだ丸い体型に愛嬌のある表情が特徴で、デフォルメされたマスコットやモチーフとしてしばしば用いられる。魚類の中では極めて異例な特徴を持っている。一番の特徴は胃が変化した膨張袋で、水を飲み込み大きさを何倍にも膨らむことによって敵から身を守ることができる。その影響で鱗がトゲ状に変化し皮膚が薄くなり、肋骨もなくなっている。泳ぎ方も変わっており、おひれ以外のヒレを使って泳ぐ普通の魚はおひれを使うことでスピードを調整している。フグは比較的温厚な性格で、大きな移動が必要がないからと言われている。主に海底のエビや貝などを砕いて食べる。大多数は海水魚だが、一部汽水や淡水に住むフグも存在する。淡水性フグの一部は観賞魚として人気が高い。イラスト屋さん、今度は水を吐くフグのイラストを公開。流行の最先端。フグかわいいな。また俺何かやっちゃいました？は好き。イラスト化すげー早いよな。そこらの有料サイトより頑張ってるのに無料。イラスト界に現れた化け物。役所のあらゆる書類にイラストや出てきて笑う。役所の広報も全部イラスト屋になってるよな。フグ水中、お前陸で俺のことバカにしてたらしいな、へ。やばい。なお陸。遠近法や。ひえ。かわよ。ぷくーするよ、ぷくー。こんな見た目でバリバリの戦闘民族やからね。おててパタパタでかわよ。一番やばいのは噛みつきなんやろ。うお。魚だけに。魚だけに。いや水の圧迫感も怖いやろ。様子見してくんな。こいつの攻撃手段ってなんなんや。トゲかなんか生えてるんか？でもフグって意外と強いんやろ。強いな。こいつのハツリバリくらいなら平気で追ってくるぞ。圧倒的に有利すぎませんかね。なんならもう少し楽に勝てるやろ。よ。これイルカがフグ毒摂取してラリって遊んでるってマジ？謎の魚、ババババババ。欲張り3目。生えたの食える？取ってきてくれたのか？フグ食うなよ。アンコウも知らんのか。内臭。手慣れた対応で草。これ玉再生って知ってがっかりしたわ。トラップうますぎやろ。草。魚すごすぎて草。すげえ大物が釣れたな。最後ビビった。対応で草。下手すや転覆しそう。タツノオトシゴ、大物をゲットし悠々凱旋。目に見える部分は目じゃないという。何をもってスケルトンにしたのか。深海のクラゲ。美しい。ハエめっちゃ綺麗。文字書いて人間を威嚇や。たやつの怒りを感じる。怒りってよりもバカに拾って持って帰るなって警告してるんやろ。魚って知能あるんか？イカは賢いで。痩せた悲しい姿。ダンゴウオとかいう小さくて可愛いやつ。なんやこれ可愛すぎるやろ。フグの噛む力、冗談抜きでやばい。でかいのはほんまに指落とすしな。こんなちっちゃいのになんでこんなパワーあるの。フグちゃうやん。ブダイか？アルミ缶は簡単すぎるやろ。フグに張り合わんでもええやろ。フグ嫉妬民。ワイの PE ライン噛みちぎったの許さんからな。リーダーのフロロならまだわかるけど PE までちぎられんのかよ。怖すぎやろ。ハサミですら切るのしんどいのに。これ張り外すの命がけやろ。大して力入れてるように見えんのにすげえな。職人さんも捌くときまずくちばし落としな。こいつら餌取るついでに釣り針噛み砕くからな。ちなみに噛みちぎる力が一番強いのはマンボウな。指なくす漁師が多いんや。フグもクマンボウかマンボウ族だしね。フグの仲間、は言い過ぎか、とにかく近い種類。なんでこんな強いん？歯が鋭いだけや、こんなならんよな。めっちゃ喧嘩するから。喧嘩弱いから毒持ったんちゃうんかよ。全然違うけど毒はたまたまや。ペンペン教授の豆知識。大型のフグは非常に発達した顎と鋭い歯を持っており、硬いものでもやすやすと噛み切ってしまう。取り扱いの際には絶対に口に指を入れないこと。また、ネット上ではイルカにつつかれたりするなどの画像がきっかけで不遇なフグとして有名。テトロドトキシンはイルカには効果が薄いようで、海水で薄めることで人間でいうとドラッグをやる感覚でフグ毒を吸っていることがある。実物は怖いが、写真やフグ提灯やぬいぐるみにすると非常に可愛い。
ベビースキーまで丸くてお腹が白くて水玉模様で何この可愛い生き物。サメと同様に、マスコットの世界では愛嬌のある動物になっている。他の魚と一緒に飼うと他の魚をいじめたり、ストレスを感じるとテトロドトキシンを吐いて他の魚を丸なせることがあるので注意が必要。知能は魚の中でも高いようで、餌をくれる人間の識別や人間の行動に対して従う様子が見られる。フグさんの歯。へ、こんななってんのか可愛い顔してグロテスクやな。わい小学校の頃に薬指の先っぽフグに噛みちぎられたわ。もう見た目ほとんど違和感ないけど今でも魚の映像見るとじんじんとうずくわ。フグの骨格って RPG の装備品にありそうだよね。巻き菱みたいな骨だな。ハコフグの骨、ハコフグすぎる。ハコフグって脱皮するんか。骨や。はい。ペーパークラフトみたい。漁業。さかなクンさんの死骸。全部軟骨ってこと？嘘やろ。ハリセンボンの骨。こいつ通常時期もいいよな。骨が眼化した人間の頭蓋骨を思い出す。もうこれが異骨格やろ。余裕の表情。これでもお互い必死なんだろうな。マジか、みたいな顔しとる。フグ入ってて草。なんやろこれ。マジやんけ。草フグちゃん。毒大丈夫なんか？フグがなぜ毒持ってるか知らなそう。食っても平気なん。今これで返品クレームの電話するやついるらしいな。イリコーナにもわかってない。フグやったら笑い事ちゃうわ。見つけたら嬉しくなるな。でも小さいから平気平気。かわいい。トラフグの血よ、キモすぎる。指で口って潰したい。買いたい。潰れるわけないやろ。フグくっそ硬いぞ。かわよ。かわいい。やんちゃなベイビーだぜ。サムネが目玉持ってるように見えて怖いよ。なんジェイミン、フグを調理してしまう。ニッキフグも一皮むけば綺麗なもんやな。言うほどいけるか？ツルンツルンで草。半分犯罪だろ。半分で済まない定期。免許持ってるんか？免許持ってないとは言ってないのでセーフ。これは毒ないやつや食べて大丈夫やで。キモうまそう。フグは無免許調理アウトやろ？提供するのがダメ。自分で食べるならセーフ。威嚇してるのか？混合フグが3匹揃って謎の行動してるけどなんか妙に可愛い。何これめちゃかわ。なんだこいつら。ポケモンやん。夜中に出会ったらエイリアンだと思う。シューティングゲームで見たな。ピクミンに出てたよね。必死に威嚇してるのに可愛いとか言われちゃうの、切ないな。